安藤桃福発明記念館。安藤桃福発明記念館。大阪池田インスタントラーメン発明記念館時代の入り口付近。安藤桃福発明記念館大阪池田は大阪府池田市にあるインスタントラーメンの博物館。チキンラーメンを1958年に開発した日清食品創業者安藤桃福の業績を記念して1999年。 ゆかりある大阪府池田市に建てられた施設である。入館料は無料。管理、運営は日清食品ホールディングス関連団体の公益財団法人安藤スポーツ食文化振興財団。旧名称はインスタントラーメン発明記念館。当館ではチキンラーメンの開発がなされた研究所の小屋が再現されており、他にもインスタントラーメンや カップヌードルの製法と改良の歴史が模型とともに展示されている。世界中で発売されているインスタントラーメンのパッケージの展示もあり、マイカップヌードルファクトリーでは有料でスープの種類や各種トッピングを自分で選択してシュリンク包装までなされたオリジナルのカップヌードルを作るコーナーがある11月18日から2006年8月31日までは、 新横浜ラーメン博物館にも設置され、現在は安藤桃福発明記念館横浜にも設置されている。安藤桃福が死去した2007年以降は安藤桃福コーナーがマイカップヌードルファクトリーの隣に設置されている。展示用と体験学習用の設備スペースの面積比がおおよそで2対1と食育と関連付けた。 学習機会の提供に、かなりの比重が置かれており、そのための設備、チキンラーメンファクトリーでは、麺生地の小麦粉をこねることから始まって、味付け、製麺の過程を手作りで追体験することができる。2017年9月15日より施設の名称を、神奈川県横浜市中区にある、安藤桃福発明記念館と統一し、安藤桃福発明記念館を大阪池田に、 解消している。2002年から2008年11月までの期間、百福の名を冠したラーメン屋、麺、大桃福亭が、博多一風堂の代表者、川原なる美のプロデュースにより、当館の近隣にて営業していた。これは、もし、安藤桃福が、インスタントラーメンではなく、お店のラーメンを作っていたとしたらどのようなラーメンを、 作ったかという過程のもと、チキンラーメン風味の桃福元味、カップヌードル風味の百福神味などを提供。日清食品と一風堂の共同経営で、安藤桃福も同店を訪れた。なお、2008年12月以降、同店は日清食品の手を離れ、博多一風堂の一店舗として、現在も同地で営業中である。 日清食品ホールディングスと安藤スポーツ食文化振興財団は2011年9月17日横浜港未来地区に安藤桃福発明記念館をオープンした。地上5階建て、そういう仮面積約10.000平方メートル。クリエイティブディレクションはアートディレクターの佐藤柏が担当。入館料は大人500円。 開館後1年間で110万人の来館者を迎えるなど人気が高く、日本有数の企業ミュージアムである。2017年9月15日より、東西の施設名称を統一するのに伴い、安藤桃福発明記念館横浜、愛称、カップヌードルミュージアム横浜に改称している。ありがとうございます。